クルトワスル・アルベセンは、ノルウェーモルデ出身の自転車競技選手。1997年、ノルウェー国内選手権で三冠を達成。同年、スペインのサンセバスティアンで開催された、アンダー2 3世界選手権個人ロードも制覇した。1998年、ノルウェー国内選手権の個人ロード、チーム TT のそれぞれ連覇を達成。また同年、 イタリアのアシクスと契約を結んだ。2001年、チームファクタに移籍。国内選手権個人タイムトライアル制覇を果たす。2002年、ツアーオブ、スウェーデン総合優勝、国内選手権、個人ロード3度目の優勝、デンマークルントポイント賞、総合2位の成績を残す。2003年、ジロでイタリアに初出場。第10ステージを制覇。 2004年、チーム CSC に移籍。ツールド・フランス初出場。ツールでは、主に、イヴァン・バッソのアシスト役を務めた。また、デンマーク・ルーンと総合優勝を果たす。2005年、ツールド・フランスの、第17ステージにおいて、パオロ・サボルデ・リと、同タイムの2位に入る。総合では89位。2006年、国内選手権の個人タイムトライアルを優勝。 4月に事故にあった影響で、同年のツールドフランスへの出場はできなかったが、ブエルター・エスパーニャに初出場し、第1ステージのチーム TT 勝利に貢献した。総合46位。また、パリツールでは、優勝のフレデリック・ゲドンと、同タイムの2位。2007年、ジロでイタリアの第8ステージにおいて、区間2位のパオロベッティーニラを下して優勝。 総合では62位だった。また、国内選手権、チーム TT で優勝。同年のツールドフランスでは、総合67位。その後、2度目のデンマークルーンと総合優勝を果たした。2008年、E3 プライスフランデレンにおいて、最後のスプリント勝負を制し、トム・ボーネンの同レース5連覇を阻む。その後、4度目となる国内選手権個人ロードレースを、 制覇し、さらにツールドフランスでは第11ステージにて勝利し、ツールでは区間初勝利となった。2009年国内選手権ロードレース連覇達成。2010年チームスカイに移籍。2011年引退。ありがとうございます。